皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはこちらでございます。真骨頂製法 SH フィギュアツ仮面ライダークーガペガサスフォームでございます。はい、前回もね見ていただいた通り、真骨頂クーガからフォームチェンジのね真骨頂から、無事にねされたということで、ペガサスフォームを購入させていただきました。いやーかっこいいですね、ペガサスフォーム。一撃必殺のフォームなんでね、皆さんも結構印象に残っているフォームなんじゃないかなと個人的に思っております。ということでね、パッケージの方しっかり確認していきたいなと思います。まずはペガサスフォーム、かっこいいですね。そして魂クオリティシール、バンダイスピリッツのマークもついております。クーガペガサスフォーム、横もクーガペガサスフォーム、上が SH フィギュアツ、そして反対側はちゃんとね真骨頂製法と同じ、フォントで写真が撮られております。かっこいいですね。ペガサスフォーガンもしっかりついているようです。いいですね。メタリックグリーン具合も劇中通りなのかっていうのも気になりつつ、紹介していきたいなと思います。それではね、中身の方を開けていきたいと思います。この動画はチャンネルライダーヒロの提供でお送りします。はい、それではね内容物見ていきたいと思います。まずは取扱説明書、クーガペガサスフォーム、そして本体でございます。どうかな。おー、いいですね、ペガサスフォーム。さすがのカラーリング、見事としか言いようがありません。そうです、他のフォームと違ってね、ペガサスフォームね、ここ腕輪がついているんで、そのね造形も新しく作られているようですね。胸パーツ、そして肩パーツもしっかり表現されております。反対側の肩はねドラゴンフォームと同じく、何もね造形のない肩、こちらもちゃんとついているようです。いいですね。そして付属品でございます。はい、まず手首の方から、ペガサスフォーガン持ち手、そして長変身などする時の手ですね。そして一番下開き手ついております。一番上がペガサスフォーガンでございます。素晴らしいですね。ここクリアパーツですごいですね。またねギミックがねこんな小さいのについているようで、ペガサスフォーガンのねこう引いたりすることもできて、そして、ここの部分開けたり閉めたりも、もちろんできるということなので、いやー楽しみですね、ペガサスフォーガンの商品仕様も素晴らしいです。ということでね、ざっとね一覧の方紹介させていただきましたので、本体の方見ていこうと思います。はい、ということで、空眼ペガサスフォーム開封させていただきました。いやーかっこいいな、いいですね。こうやってね空眼のペガサスフォームがなんて言うんでしょう、可動フィギュアで、商品化されるっていうのもなかなか珍しいんですよ。当時はね私幼稚園の頃装着変身など買ってもらって、ペガサスフォームでもよく遊んでたんですが、やっぱりね時代の素晴らしさを感じます。すごい造形力クオリティですね。このねメタリックグリーンも2色しっかり使い分けて、劇中通り、綺麗にカラーリング施されております。絶妙なねこの違う2色、これがね塗装できてるっていうのはさすがのポイントだと思います。他の部分はね同じ造形ですのでね、肩の部分もしっかり鋭利に再現されております。はい、ということでね、本体の方をざっと紹介させていただきましたので、今回もクーガペガサスフォームのポージング参戦をね紹介していきたいなと思います。クーガ世代ですのでね、ぜひねクーガのポージングわからないなっていう方に、対してもわかりやすく紹介していこうかなと思いますので、ぜひお楽しみください。それではね、一つ目、初登場の時ですかね、目バチス、上空から来る攻撃をね構えて見ているクーガペガサスフォーム、こちらのポージングやっていきたいと思います。はい、ということでね、一つ目のポージング完成しました。目バチスの攻撃をね警戒しているクーガペガサスフォームでございます。このシーンはね、上空から攻撃してくる目バチスという敵が上から針をこうね殺めていくという残酷なゲゲルなんですが、その攻撃をねクーガのペガサスフォームの力の超感覚で、探している時のポージングですね。この時のポージングのコツについては、遠く空の上から、来る攻撃をね超感覚の力で探しているので、格好をつけたポージングではないっていうのは皆さんお分かりですよね。これを見ていただけたら分かる通り、柔らかい感じのポージングで、再現していただくのが一番いいかなと思います。こういう風にねカメラワークでは、劇中ではこんな感じだったのかな、スーっていう感じ、こんな感じで見えてたのかなと思うんですが、
こうやってね、少し自然体になるというか、体の力を見て超感覚だけに集中している時の五代、これをね、再現することができるので、超感覚で敵を探している時のポージングで飾りたいなっていう時は、めちゃめちゃこうカッコつけたポージングじゃない方がいいかなと個人的には思います。こういう風にね、コツにしていただけると、クーガのねペガサスフォームらしく、飾ることができるんじゃないかなと個人的には思います。ということでね、2つ目のポージング行ってみたいと思います。2つ目のポージングはペガサスボウガンを引いている時のクーガペガサスフォーム、これ行きたいと思います。はい、ということでね、2つ目のポージング、ペガサスボウガンを引いている時のクーガペガサスフォーム、こちらのポージングやらせていただきました。このねポージングはもちろん一つ目のポージングと同じく、初登場のねメバチス戦の時の、ペガサスフォーム、上空に向けてね、弓を引いている時のペガサスフォームでございます。こちらのねポージングをする際の、コツというのはペガサスボウガンの表情ですね。弓をしっかり今引いてますね。5台引いている時にこの前のこの角の部分、これはしっかり閉じてあげてください。これをねちゃんと連動させてるポージングを忘れないようにするのがねまず一番大事かなというポイントでございます。そしてね、あのペガサスボウガン、これ引いた状態で持たせるときね、あのポージングしながら引いたまんまこう腕を動かしたりしてると、この細い部分がね折れたりしてしまう可能性があります。なんでなるだけねペガサスボウガンを外して、まず銃があるかのようにポージングをしてからペガサスボウガンを持たせてあげると、破損の危険性というのは下がるので、順番の方ね注意してみてください。もちろん、引いてる時は撃つ直前なので、上空の方ですね、目バチスからの視点からするとこのような感じになってますよね。ペガサスフォーム、これなら皆さんもね見たことあるアングルですよね。かっこいいですよね。このアングル、しっかり銃口とクーガの目がちゃんと同じ方向向いてますよね。これをねやっぱりポージングする際忘れないようにしてあげてください。もちろんね、クーガのペガサスフォーム上に撃つ時だけではなく、普通にねガドル戦とかでも正面で撃ったりもしてるので、その時はね首の角度だったり、腕の角度だったり合わせてポージングしてあげてください。はい、ということで、2つ目のポージングは完了となりました。それでは最後、3番目のポージング、ロンギを倒し終わって立っている時のクーガペガサスフォーム、こちらの方をやっていきたいと思います。はい、ということでね、3つ目のポージング、グロンギを倒し終わって、立ってる時のクーガペガサスフォーム、こちらの方を再現させていただきました。こちらもね、最初のメバチス戦の時の、倒し終わった時の、立ち姿、これを再現しております。劇中ではね前からのアングルではなく背中のアングルでしたので、今、後ろ側でわざと飾らせていただいております。この時のポージングっていうのはクーガペガサスフォームの特徴を思い出してみましょう。とてもね神経を使う、超感覚を使ってね敵を探したり、耳が聞こえたりするフォームで、50秒という制限時間の中すごく集中して戦うフォームなんですよ。一撃必殺のフォームなので、なのでこれが終わってふーって安堵してる感じですかね。こうちょっと緊張から解き放たれてふーっていう感じの表情をね、フィギュアだから出してあげるっていうのが大事かなと思います。ということなんで、こうガッてねちょっとダブルのようなカッコつけた立ち方とかそういう感じでもなく、こうふーってこう立ってる感じですよね本当に。でこれを正面から見てみるとこうですね、ふーっていう感じですね。ほんと立ってる感じを再現しております。この時ペガサスボウガンの向きなんですよ。これね縦で持ってるんではなく、ちょっと武器を見せる感じ、まあいやらしく見せるという感じではないですが、ちょっとね自然に横に持たしてる感じにした方が、武器も目立ってかっこいいかなと思います。はい、ということでね、今回ペガサスフォームの方ポージング3戦もレビューさせていただきました。皆さんねペガサスフォームのフィギュア持ってる方、ぜひ参考にしてみてください。仮面ライダークーガのね、真骨頂製法、最近ねどんどん商品化進んでおりますね。ドラゴンフォームペガサスフォームが久しぶりに商品化したことを皮切りに、現在受注中ですかね、クーガグローイングフォーム真骨頂製法出てくれましたね。私的にはすごく好きなフォームなんで嬉しいですね。そしてね、まだ商品化は決定してませんが、魂ウェブの公式ブログではまあタイタンフォームご期待くださいみたいなような感じだったので、まあそろそろタイタンフォームも商品化来るんじゃないかなと個人的にも期待しております。そこでね、クーガの4フォームが無事に揃う、まあもう揃ってくれたら、最後ね、
ライジングドラゴン、ライジングペガサス、ライジングタイタン、ここまで行けばもうクーガはコンプリートですよ。進行調整法で。いや、行きたいね。来てほしいですね。やっぱクーガ世代として。バンダイスピリッツさん、ここね、ラストスパート。クーガコンプリートに向けて頑張ってください。ということでね、今後の期待も込めて、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画、よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。